なめんじゃねえぞ。どいつもこいつも金金言いやがって。金はなくてもな、こっちは高価な代物持ってんだよ。ただのファミコンのカセットじゃねえか。バカ野郎、アマチュアを食らうは知る人ぞ知る名作 RPG だぞ。売るところに売れば結構な値段になる。知らねえよ。しかもタケスとか名前書いたけど、明らかに借りパクしたやつじゃないのそれ。話せよ。やめろよ。なんだ、なんかどうでもいい争い始まったんだけど。俺らのやめろだ。てめえ何しやがった。アマチュアを食らうが三国時代に突入しちゃったじゃねえか。うまくねえし。タケシに謝れよ。うるせえ。てめえがタケシに謝れ。タケシよりもこんな茶番見せられた視聴者に謝れ。